この人はスティーブ・バノン。トランプ氏が新政権の首席戦略顧問に選び、物議を醸しています。いわゆるオルタナ右翼のニュースサイト、ブライトバートを運営していました。知りませんか？こんな記事がありました。女性が採用されないのは面接度下手だから。南部連合旗は伝統ある栄光の旗だ。こいつは共和党をぶち壊すユダヤの裏切り者。眼下フェミニスト、子供がなるならどっちがマシ？ブライトバートの前は海軍将校、ゴールドマンサックスで銀行マン、ハリウッドプロデューサーなどをしていました。バノン氏は反主流派を代表してこの人を見張るのだろうと言われています。この人は前の共和党全国委員長でトランプ政権の首席補佐官、プリーバス氏です。